はい、おはようございます。ラスカルでございますと、カメラマンのタクシャンです。お願いしまーす。ということで、今日の撮影はですね、成田にあるセグスカフェ&ダイナーさんというハンバーガーとかをね、メインに取り扱っているお店さんに訪れております。というのも、なんか先日夜中に急に突発的にね、酒飲みながら別に何も食わずに生配信やるの知ってる、タクシャン？あー、なんか突発的にやるって。そうそうそう。で、なんかそのライブをやってて、その時にこの働いてる店員さんが、あのリスナーさんで、ぜひうちに来てくださいってことをおっしゃっていただけて、もうすぐ飛んできますって言って、そんな経緯があって今日はこちらのお店に来たんだけど、めっちゃおしゃれじゃない？めちゃめちゃおしゃれ。このお店はもちろん先ほどお話ししたようにハンバーガーがメインのお店でして、まあ、名前の通りね、かなりアメリカンなんですよ。今ね、この僕らがいるこの感じ、はい、ね、古いアメリカの車の内装をいじって、でいろいろね、インテリアなんかも置いて、おしゃれな感じになってるんですよ。おしゃれっすよ、ね、ちょっとここら辺すごくない？めっちゃおしゃれよね、この感じ。で、まぁ、今回はね、特別にこのトレーラーの席をお借りしてるんですけども、うん、もちろんトレーラー以外にも、テラス席とか、いろいろあるんですよ。ただ、ちょっとね、今日は、11月の22日、現在はですね、うん、ちょっとね、内装とかをリフォームしてる最中らしくて、今日映ってるのがちょっとここだけになっちゃうんですけど、ただ完成したら、さらにね、おしゃれな店内ができるらしいよ。で、今日は、一応ね、ハンバーガーを、6種類かな？おすすめでお願いしておりまして、で、その他にも、もちろんアラカルト、ハンバーガーについてくるもの、これもね、盛り合わせでちょっとお願いしております。まあ、そんな感じで、大食いっちゃ大食い？いや、大食いですよ。大食いか。大食いか。あの、ハンバーガーとかを食べて、皆さんにこういったメニューあるよってことを紹介できるような動画にしていければと思っております。ちょっとね、メニューが到着するまで待ちましょう。はい。はい。ということで、もうね、注文した商品が徐々に来てるんだけど、一応ね、先にメニュー紹介できればと思って、はい。これが、あの、メインだね。メインの食材、ハンバーガーでございます。で、一応これで全9種類あるらしいんだよね。まあ、店名にもあるような、セグスバーガーとかおすすめであったりとか、結構ね、珍しくて、マッシュポテトと明太子マヨネーズが入ってるオリジナルバーガーらしい。そうなんですか？そう、見たことないよね、基本的には。まあ、あとは、まあ、チリコンカンだったりとか、アボカド系とか、まあ、アメリカにありそうな、ぽいようなのもあるし、まあ、この辺でね、そのトッピングメニューとかもあるんで、ここら辺でもカスタムも可能みたいですね。いろいろありますね。そう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 。で、今ね、こんな説明をしながらも、はい、もう来てる。だいぶバーガーが来てるんだよ。ちょっと。もうそんな暇がないぐらいバーガーがしっかりと来てて。で、これが、さっきお話ししてた、あの、セグスバーガー、オリジナルの。これがね、この明太子マヨネーズとか、マッシュポテトもなんかモリッと入ってるし。で、しかもこれセットだから、お芋がね、250g ついてるみたい。で、こっちがチーズバーガーに、こっちがチリコンカン。で、あと3種類ほど来るらしいんで、はい、とりあえずメニューがね、全部勢ぞろいするまで、もうちょっと待とうかな。うん、ってことで、タクちゃん。はい。めっちゃ来たよ。めっちゃ来ましたね。めっちゃ来た。で、最初であの、お願いしたのが、はい、一応バーガーが6つ、アラカルト系。ちょっと盛り合わせでってお話ししたんですけど、うん、だからまだね、アルカルト来るらしい。うん、あ、来たね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今。はい、じゃあこちら、ガーリックシュリンプです。当店のオリジナル。ありがとうございます。うわ、うまそう。これ、どうしよう、どっから食べよう。とりあえずさ、うん、いただきますしますわ。あ、そうですね。うん、ちょ、忘れてた。テンション上がりすぎて。じゃあ、すいません、ちょっと改めて、いただきます。はい。まずは、せっかくいただいたからさ、サラダから食べよう。あ、そうですね。ちょ、サラダもね、こんな感じで、ベーコンもしっかり入ってる感じですね。うん、うん。入るんだ。すごうん。どうですか？いや、うまいよ。そりゃうまいよ。やっぱりさ、大食いの撮影してると生野菜って食べる機会少なくてさ、だからやっぱりこういう撮影の時に生野菜あると、うん、正直めちゃめちゃ嬉しくて、やっぱさっぱりするじゃない。でもこのサラダに関してはやっぱあのこんがりベーコンも相当かかってるし、ベースもシーザーだからがっつりサラダ、うん、がっつりサラダ、さっぱりサラダではないけど。でも食べ応えありそうっすね。うん、あといい音っすね。おっしゃ、バーガーいっちゃおう。いきますか。まあ、まずメインからいったよね。セグスバーガー。これちょっと紙、包み紙あんだけど、はい、せっかくなこのまんまいきたいなと思って。あ、豪快っすね。うわ。うん。うま。うまいよ。めっちゃうまいよ、これ。4連チャンでしたね。うわ、美味しそう。うん。結構ね、バンズもギュッと詰まってるタイプだね。だからそのパンの甘みとか、香りもしっかり感じるし、
でもね、そのパティがめちゃめちゃ肉厚だし、肉汁もすっごい出てくる。お芋ね、うん、うん、うまっ。これさ、ポテトってどっち派か結構分かれると思うんだけど、アメリカン系になるとさ、この太い方が結構メジャーじゃない。しかもさ、このホクホク感、細切りはさ、あんまり出来たてでもさ、カリカリはあるんだけど、ホクホク感ってないじゃん。太切りの方はやっぱりその芋っぽいこのホクホクした感じあるから、個人的にはまあどっちでも好きなんだけど、うん、バーガーに合わせるんだったら太切りの方が好きかな。あ、なるほど。うん、美味しそうだな。まあ塩もしっかりついてるから、全然ケチャップとかマスタードなくても全然美味しいポテト。うん。あ、もう終わっちゃったわ。うん。もう終わっちゃった。これ完食できるのかな。うん。お。まあそんなこんなんで一皿ですね。完食でございます。はい。うまい。ちょっとこのアルカルト食べ進めよっか。あ、そうっすね、せっかくなら。一応おつまみ系でアルカルトいただいたのが、まあ、これトルティーヤチップスにシュリンプ系の揚げたやつでオニオンリングって感じですね。はい、いや、オニオンリングめっちゃ好きなのよ。わかるっす。幸せそうな顔しますね。うまっ。あ、すごいサクサクのいい音が。玉ねぎはさ、多分普通のオニオンリングよりも中入ってるのが多くて、すごい玉ねぎが肉厚。あ、そうなんですか。うん、多分ね、見えないと思うんだけど普通さ、この1枚だけ、1リングだけじゃない、オニオンリングで結構わかりますよ、うん、2、3リングぐらい入ってる。あ、そうなんですか。めっちゃ密密だった。うわ、いい音。これエビうまっ。うん、結構これエビ絶対さ、はい、これチリソース、スイートチリソースかな、これ合うと思うんだよね。合いますよね。こんな感じで、うん、どうすか。うまい。うん、超美味しそう。あの、動画でも何回か言ってるんだけど、タイ好きでさ、なんかチリソース系もね、大好きなのよ。で、これトルティーヤには、これサルサでしょ。うん、うまっ。うん、たくさん気づいたよ。はい、量多い。いやいやいや、今さら今さらせっかくね、このチーズバーガーね、冷めちゃうとほら固まっちゃうからさ、もったいないから。うーわ、チーズダクダクじゃんこれ。ダクダクだな、すごっ。うん、あー、うまっ。チーズ濃厚。いや、チーズの量すごいね。ですね。うまいよ。チェグスバーガーは明太子ソースとか、うん、まあ、マッシュポテト入ってるから、結構このまったり系、優しい感じだったんだけど、やっぱこうなってくると、バーガーみたいな、パンチがあるからさ、やっぱ食べてる感はこっちの方が強いよね。うん。一口大きいですね、本当にもう。またこのチェダーチーズがさ、アメリカっぽい香りというかさ、はいはいはい、わかるでしょ。わかりますよ、この匂いですよね。そうそう、ハンバーガー好きな人全員好きだよ。うん、うまっ。うん、ベースがシンプルだから、このケチャップ分けも絶対合うと思うんだ。あ、うわー、あー、わー、楽しい。この感じね。ちょっとマスタードもいっちゃおうよ。あ、いきますね。うん、あー、これいいね。あ、いいな。シンプルにうまいでしょ。これだよ。これですか。うん、うまいよ。もう全部いっちゃった。うん、うまっ。いや、マジでうまいな。うん、うん、さっきさ、はいはい、うん、店員さんがめちゃめちゃ美味しいんですよって持ってくれた商品があって、チリコンカンとチーズのやつなんだよね。シンプルにクラッカーに乗せてって感じらしいんだけど、 うまそうっていうか太りそう。いいね、いいね、カロリー。ちょっといただきます。どうぞ。止まんないんだ。止まんないんだ。もう言葉発することなくじゃないですか。え、これシンプルなんだけどさ、はい、とつまみ当て最高だよね。ビール止まんなくなるって、こんなザ・アメリカンですよね。うん、
でもやっぱりさ、成田だと空港も国際線とか多いじゃない。ここも成田市だし、外人のお客様とかも来やすいよね、こういう立地にあれば。確かに、うん、ですね。今2種類ともアメリカン系寄りだったから、はい、これ照り焼きバーガーあるんで、てか珍しいね、トマトとか入ってるのこれ。確かに、うん、照り焼きに。あ、これちょっと髪挟まないと無理かもしれないな。ちょ無理かもしれないな。ちょっと出るかもしれないですね。うん、これは事故る。よいしょ。はい。いただきます。あ、トマト合うな。合います？めっちゃ合う。だから照り焼きってさ、もともと結構こってりしてるじゃない。だからこの生野菜が入ってるとすごくさっぱりするから、バランスがちょうどいいかも。そうなんだ。うん、パティがすごい、お肉で。こんだけさ、照り焼きのこってりソースがあってさ、うん、野菜の風味もついてるのにさ、はい、全然パティがいるんだよね。いなくなんないのよ。でもまさにもう食べ応えじゃないですけど、もうお肉食べてるなっていう感はもう。うん。かじってない方向ね、これ。あ、ありがとうございます。こんな感じで、すごく肉厚でさ。ですね。だからやっぱりいろんな具材にこう合わせてても、はい、全然存在感がなくならないから、食べ応えがすごい、一個で。満足度も本当高いでしょうね。うん。もう美味しそう。うん。でもこういうの結構こぼれやすいよね、やっぱ確かに。こぼれやすいですよね。難しいよね、食い方って。わかります、わかります。ちょっと、伸びちゃうといけないからさ、一回パスタ行っていい？これ。確かに。これパスタってマカロニなんだよね。中が空洞になってる。はいはいはい。おっしゃってましたね。うん。まあ、シンプルでうま。うん、味付けはかなりね、他のバーガーと比べるとこう薄めだしシンプルだね。すっげえ予想外だった。でもなんかそのなんだろう、なんかどっちかっていうとお店さんのパスタっていうよりもなんか本当にアメリカの家庭料理って感じ。あ、はいはいはい、優しくてさ、うん、うん、うまっ。うん、いや、多いね。何回目デジャブかな、今の。いや、これ手滑っちゃったってじゃん。多いね。食べ応えありそうですね。うん、さっきおすすめってたこのガーリックシュリンプってみようよ。匂いものすごく良くてさ、はい、で見た目も美味しそうなのよ。いや、わかるっす。このね、この感じね。うわうまっ。これソースの色見える？茶色っぽい感じ。これ多分ね、炒めてわざとほんのり焦がしてるんだけど、ほんのりと苦み、あとはそのガーリックのいい香りもしてて、これすっごい食が進む、はいはい、うん、うまいよこれ。これにチーズとかかけてパンに挟んでもうまいかも。あ、絶対美味しいですね、うん、絶対美味しい。なんかでもこんだけも食べたけどさ、はい、まだ半分なんだ。確かに。1時間かかるね。1時間かかるですね、うん。減らないね。減らないね。うん、ちょっとこれチーコンカーいっちゃうか。あ、しかもこれバンズじゃなくて、はい、これスパムだ。バンズは入ってないね。うわ、肉厚だ。あ、バンズいた。いました？いた。うまっ。これうまっ。お、マジっすか？チリコンカン。めっちゃうまいよ。ソースももちろんあるし、プラスアルファでね、このスパムが挟まってるから、他のバーガーとかに比べると若干塩分は高い気もするけど、すごい攻撃的。めちゃくちゃ攻撃的なんですか？うん。めっちゃうまい。で、またさ、このチリコン感があんまりこの煮詰めすぎてないタイプで、しっかりとね、豆の形とか食感が残ってるから、うん、噛んだ時にお肉の食感と野菜のシャキシャキ感と、このお豆のさ、もさっとした感じ、うんうんうん、なんかこの食感の何種類かあるから、一口の中でも、うん、これがね、すごく面白い、ね、ボリューミーで、うん、合うだろうな。うん、
うん、うまっ。よっしゃよ。下手減ってるよじゃあ一回ちょっとさ、バーガー移しちゃおうか、これ一皿に。あ、こう見たら減ったわ、もうもう減った、だいぶ減った。いや、まあ、これほんと全部うまいんだよね。うん、で、行っちゃおうか。行きますか。またさ、でっかいベーコンがここにいるのよ。いますよね。フライドエッグか。はい、存在感やばいっすよね。そのまんま、どうぞ。うーわ、うん、うん、まっ、うん、あ、すっごい味付けもシンプルだし、うん、なんかもう武骨な感じ、すっごいいいよ。これなんて表現したらいいのかな。で、バーベキューで作ったバーガーみたいな、この荒々しさってのかな。でもね、多分ね、家庭とか個人でやろうとしたら真似できないんだよね。お店さんやからこそっていう。うん、うまっ。めっちゃうまい。でも口がパンパン口がパンパンでしたね、うん、見事に。はあ、最後はこれアボカドだね。ですね、うん、次これ食べてみようとか。あ、うまっ。厚みよ。厚みがね、ごめんね、かじったところで。あ、失礼しますね。うん、熱いっすねこの子も熱い。うん、まあ、でも美味しそう、うん、ジューシーだろうな。うまっ。わかるっすよ。うん、やっぱ食いしん坊には大歓喜ですよ、アボカドは。アボカドもさ、案外苦手な方って結構いるのよ。青臭さが無理みたいな。でもやっぱりこうハンバーガーに合うと、そのパティとかバンズの香りもそうだし、ソースもついてて、はい、結構ね、そのアボカドのいい部分だけ感じるようになるんだよね。その青臭さも飛ぶから、結構苦手な人でもこのアボカドバーガーとかっていうのはトライしてほしいなって常日頃から思ってる。確かに、バーガーと一緒に食べることによって、早っ。でもやっぱさっぱりしてるから、これにもやっぱりチーズとかいろいろトッピングしてあげて、ゴツッとさせてあげても美味しいかもしれない。で、またさ、普段はさ、ラーメンが多いからさ、動画のデートで使えるお店って俺の動画の中で少ないんだけど確かに少ないかもしれないけど、こういうお店だったらね、デートでいいと思うし。いや、ですよね、うん、雰囲気めちゃくちゃおしゃれ。めちゃめちゃおしゃれ。タクちゃん、お話の最中に申し訳ないんだけど。なんでございましょう。テイクアウトしていい？あ、いいよ。全然、いいっすけど。正直に言うけど、揚げ物系多かったじゃん。上顎がさ、怪我し始めてさ。開始始めました。ヒリヒリすんだよ。話しながらやったし、量も多いし、まあ俺のミスなんだけど、やっぱだんだんちょっと冷めてきちゃってさ、なんかもったいない感じになってきたから、まあテイクアウトのサービスもしてるし、家でちょっと、改めて温めて、美味しく食べようかなと思うから、ちょっと店員さん呼ぼうか。あ、そうですね、聞いてみよう。揚げ物系テイクアウトで持ち帰りでも大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら何か食べますか？いいんですか？もう一回全部やるみたいな。いや、もう一回、多分僕あのバーガー以外全部テイクアウトするなってことで、お包みいただきました。いただきましたね。いや、証拠だから、証拠動画。ちゃんと持って帰るっていうね、証拠動画。こちらでチビもね、うん、めちゃめちゃポテト好きだから、一回オーブンで温めて、はい、カリッとさして、あ、食ってもらおうかな。絶対喜ぶやつっすね。絶対喜ぶ。うん。お腹いっぱいだ？いや、知ってるよ。あの量ですから。まあ、とりあえず今日はね、こんな感じで。はい。あとは、たくちゃんが、はい。バーガー、注文したバーガーをね、楽しんでもらって、はい、ありがとうございます。今日は帰ろうと思います。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ごちそうさまです。ありがとうございます。